はい、暇人脱獄ブログです。今日はですね、こちら右側の、ブログでも少し説明させていただいております iPad ですね。 iPad、 これは第4世代 iPad 4の、ケース、まあ、カバーですねをご紹介したいと思います。ちなみにこちらはブログでも紹介し先日しましたタブレット用のキーボード付きのカバーケースになります。こちらも1000円ぐらいで購入したものです。大きさはこんな感じですね。こっち7インチのタブレットです。でご存知 iPad は 9.7 インチになるんですかね。でこちらも実は1000円の商品なので希少の保護フィルム付きで1000円で購入したものになります。パッと見ですね、見ていただくと、まあ、購入当初は何の商品でもそうなんですが、非常にしっかりしております。これね、合皮なんですけれども、オレンジ色で、これ茶色ではないです。いろんな色が同じ金額で売られてるんですが、こちらはオレンジの合皮になります。スピーカーな、それからライトニングケーブル用のコネクタですね。でこちらに行って、ボリューム、ミュート、それからスイッチ、こちらがイヤホンジャックでカメラ穴で、こちらがスタンドにする時の引っ掛けの部分ですねと、非常に品質自体は個人的には良いものだと思います。でこちら、まあお決まりなんですが、こちらがですねマグネット付きの蓋になりますんで、カチッとした音とともに閉まります。で開けるとスリープが解除されるという感じですね。この辺は純正のケースと同じような使い方ができます。非常にいい感じですね。で裏はですね若干表とは違う感じになってるんですが、全然粗雑な感じではないです。こちらの縫い目の絡み関係もそれほど雑な感じはないですね。1000円にしてはしっかりした商品だと思われます。ただちょっとですねこちらの、遊びっていうんですかね、ぴったり感は若干ないので、長い間の使用は少し無理かもしれないですね。ちなみにここに入れるのはですねこちらの、こちらがですねマジックテープになっておりまして、こちらを外して中に入れるような感じになります。なので商品自体は非常にしっかりとしていてフィッティングも悪くないので、個人的にはこの時点で1000円というのは十分コストパフォーマンスが高いと考えられます。でフィルム、保護フィルムはですね一般的なよく気泡が入ってしまいやすいようなタイプですので、この辺は努力といったところでしょうか。でもそれほど一般的なやつなのでパッと見もそんなに何かアクシデントが起きるようなフィルムでもないので頑張れば OK です。でこれはですね、ご存知の通り、立てかけるタイプにもなります。その時にここですね、先ほどのこの部分がステイ絡みになってこういった感じで、立てかけることが可能です。まあこうやって立てかけられる方がどの程度いるか分かりませんが、まあこういうことも可能ですよということになります。まあ非常に高級なもの、まあこの辺ねちょっとこうシワが寄るとかあるんですが、まあこの辺は値段かなと。まあ高級なものを買えばキリがないので、それはそれとして、そういったものをお求めの方はそういうものを買っていただいた方がいいと思うんですが、ある程度の質感で、どんどん使ってまた違うものを買いたいよと
いうこう回すようなタイプの方、私もそうなんですが、にしてみればこのぐらいのパフォーマンスでこのぐらいの値段であれば、十分評価に値するものだと思います。最近こちらもそうなんですが、すごく安定した、あの短期間使うという意味では安定した商品が多くあるので、こういったものと同じように、1年というか数ヶ月ガンガン使用して他のものに変えるというような感じで使えれば、非常にいい買い物になるんではないでしょうか。暇人脱獄ブログでした。